こんばんは。ねえ、リア充初日頑張った、本当に。うん。頑張ってたよ。え、ベレー、え、そうなんよ、今日ね。ベレー帽、かぶった。初めて。花だれ初ベレー帽でした。っていうか、ST48 の衣装でベレー帽着るの。着るじゃない、履くじゃないわ。かぶる。かぶるの初めてでした。初ベレーです。チンさん、音符ありがとう。熊猫さん、マイク。ディオさん、音符。ありがとう。シンゴさん、トロピカル。ありがとう。クラッシーさん。星。ありがとう。こんばんは。ちょいと後方の席だったけど、花で、え、ありがとう。ありがとうね。え、うちは持ってくれてた。よね。プータさん、かわいい。ありがとう。ナレニーさん、音符。ありがとう。え、見た、ミホリンさんと。え、見ました、びっくりした。うん、見た。ナヤニさん、マイク。ヤスさん、マイク。プタさん、音符。スズカさん、音符。ありがとう。三期生ちゃんもクエスチョンステージ出るよね。え、そうそうね、びっくりした。ゴッティがさ、岡田奈々さんがクエス出演されるの知って、奈々さん行きたい、福フェスってさ言ってたからさ、でその後だったからね、四国になったのがメンバーに。そうだからね、福フェスゴッティ出れると思って、ゴッティ奈々さんについに会えると思って、そうなんか私も嬉しくなりました。すごい、あかりんさんがあれかな、いろいろ動いてくださったのかな、優しい。楽しみですね、さんきちゃん。さんきちゃんとも一緒に行けるの。あ、今日初めて行ったけど、最前で超楽しかった。え、ありがとうね、嬉しかった、うちは。ありがとうね、初めて来てくれた、やっくん。覚える。ありがとう。ありがとう。ね、福フェス楽しみ、私も今から。え、見てください、これ。見て、これ。なんか画面通すとすごいひどく見えるね。ちょっとお見苦しいんですが。これね、今日の花だれ公演の暗闇の時にマイクボーンってぶつけちゃったんです。あ、待って待って、お姉ちゃんが、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと待って。やばい。なんで、やばい、聞こえた？聞こえてないね、みんな。何も聞こえてないよね。何もないよね。何も聞こえてないよ。あ、聞こえてなかったことにして。何も聞こえてないよね、みんなね。もう忘れたよね。そう、え、そう、手筆、そう、ティフで物販もします。そうなの。今日出てたね、情報が。そう、この前みたいに物販もあるので、ぜひ。ティフもね、ステージも物販も込み込みで楽しみに、そして会いに来てください、4日。4日です。ティフ。こんばんは。そう、来てないよね。え、そう。で、これですよ、これ。暗闇で、あのさ、サビの振りがさ、夜よーってさ、倒れ込むじゃないですか。あの倒れ込む瞬間に、ゴーンってマイクでやっちゃったんですよ。ゴーンって。で、結構さ、初期っていうか、公演の序盤でゴーンってやっちゃったから、もう、気になって、血出てないかなっていうの心配しながら初めの4曲やってました。早く、結構痛いし、なんかすごい感覚ないけど、これ血出てないかなと思ったけど、なんか内出血っぽい感じかな、
血はだらっとなんか血が出ることはなく内出血っぽい感じで終わって、今はね全然痛くないの。え、そう、これ以上大ごとにならなくてよかったけど、目立つね配信だと。でも直接でもちょっと目立つか。うん、赤くなっちゃった。腫れちゃうかな明日。確かに来ないならんよね。確かに歯まで行かなくてよかった。物販ね、物販この前みたいな感じだと思う。行くと思う、みんな行くと思うよ、メンバー。待ってよ、情報が。これでね、今日ね、これも見て、これこのグッズ何これって感じじゃないですか。ティフのね、物販のところにお仕事お任せくださいっていう、お仕事マグネットっていう新しいグッズが出ます。新しいグッズが出ます。これ私も今日ね直接見て何これと思ったんですけど、面白いよね。でしかもね、これリオツンとマイキューさんのが例みたいなので載ってるんですけど、この生年月日がなんか電話っぽくなってるみたいな感じで、でそれぞれのペンライトカラーとかもうこうやって書いてて、あと特徴、それぞれのメンバーの特徴がこんな感じで絵もついてるんです。一人ずつ違うの、これデザインすごいよね、可愛いよね。こんばんは。そう、マグネットね、こういうグッズあんまりないかな。ね、ぜひともゲットしてほしい。お仕事ステッカープレゼント、え、ありがとう、ありがとう、ありがとう。振り付けの中で目覚まし、え、見つけたよ、嬉しかった、うちわも嬉しかった、ありがとうね、来てくれて。グッズ担当え、グッズ担当でもね、そう、新しい方になったの、本当に最近、ここ最近新しい方になって、女性のね方なんですけど、その方がいろいろと、じゃけん写真選びもその方が生写グッズの写真もね、大量にある生写真の中から選んでくださって、メンバーそれぞれも一人一人にめっちゃ時間かけて選んでくださってたり、デザインもね、可愛いグッズをいっぱい作っていきたいって言って、そう、いろいろとね考案してくださってるの、その方がね。面白いよね、こういうグッズもね、いいよね。しかもペタっていろんなところ貼れるし、え、そうそう、ポストにねよく宣伝見と入ってる、こんなのおばあちゃんちとかで実家にありがち、こういうマグネット。うん、アズミンの特徴、あざといとうっかりかな。どうやって絵で表すのそれ。どうやって絵で表すの。お、ありがとう。そうだよ、今仕事、広島旅行中発売。え、ありがとうね、嬉しかった、最善ね、嬉しかったよ、最善申告。あなたね、ありがとう、こんばんは。そう、女性の方目線でグッズを、嬉しいですね。え、 2.5 期3期ライブ行けるよって、え、嬉しい、待ってる待ってる、来て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 。ベレー帽めちゃくちゃに後で可愛かった、ちょいベルちゃん思い出した。確かにもうね、こうベレー帽、ベルちゃんの印象の方が強いもんね。アズミンでかけるベレー帽はイコールベルちゃんになってるもんな。嬉しい、見つけたよ、ありがとうね、来てくれて。私も楽しかった、久しぶりの花垂れだったから。そう、でもさ、あれさ、くるくるがもともとベレー帽くるくるのとこにあって、でなんか借りたんですよ、今日はくるくるのベレー帽をね借りたんじゃけど、もともとももちゃんさんがかぶってたのかな、ちょっとなんか茶色っぽい感じの色味のベレー帽だったんですよ。私がかぶったらなんかさ、どんぐりみたいくるくる、なんかどんぐりみたいだねって
どういうこと本当にってなったけど、なんか鏡見ながら自分でもなんかどんぐりみたいだな私が被ったら思いました。ももちゃんさんだと可愛いのに、私が被ったらキノコかどんぐりになる。そうマジで、ちょ見てみて写真、本当なんか色合いもね含めてなんかね私被ったどんぐりみたいなんです。あ、瀬戸内の妹、え、そう瀬戸内の妹ね、久しぶりにでした。好きだな、いい曲だよねあれね。そう、どんぐりあずみになっちゃう。こんばんは、え、2部、え、2部両方来てほしい。え、そう今日ね MC でもMC でも 2.5 期と3期の告知を、告知というかお話をねさせてもらったんですけど、そう本当に2部、1部も2部も来てほしいですね、見に来てほしいって思う。私ね解禁、情報解禁、ちょっと情報解禁したんですけど、全部フル尺なの、全部フル尺で、かつ本当に1部と2部でコンセプトっていうか、あのな、あの並々線みたいなのあるじゃん、サブタイトルみたいなの、サブタイトルが1部はうちらぶち最高じゃけっていうので、2部は次世代シティの挑戦っていうサブタイトルがね今回ついたんですけど、あの1部はうちらぶち最高じゃけみたいな名前のような、まあ、夏最後っていうことで、もうとにかく夏のイベントみんなで最後にめっちゃはしゃいで楽しんじゃおうぜみたいな感じの瀬戸りになってるの。本当にもうだからとにかく楽しい。8月25日の 2.5 と3イベです。もうとにかくもう夏らしい曲も多いし、もうめっちゃ楽しいと思う。めっちゃ楽しんでもらえるように自分らも頑張るし、でも本当に瀬戸り的にも楽しいから、あずみん名付けてないよ。みんなでね、一部はみんなで名付けました、うちらぶち最高じゃけは。私ねその提案出した時他のお仕事でいなくって、だからあずみんのね意見は入ってないで、入ってないけど、みんなの意見が詰まってで、うちらぶち最高じゃけん。そう、フル尺、1部も2部も全部フル尺でやります。フル、かつ曲数がこれまでさ千秋楽、ま、2.5 期さんでツアーとか肉フェスとかやってきたけど、それま今までで一番1部2部とも曲数が多い。ま、1部2部どっちも曲数がめっちゃ多いです。めっちゃ曲やるし、全部フル尺で48グループ、他の48グループさんの曲もあるし、 ST ポテトの曲もあるし、48グループじゃない曲もあったりするかなみたいな感じですね。っていう本当に頑張っ、なんか瀬戸りからこう頑張って今作って、でそれをやいいものにできるようにレッスンもめっちゃ、レッスンめっちゃ入ってるんですけど、今レッスンでみんなでパフォーマンスもが練習頑張ってるから、これそうだなと思うね。どっちも来てほしい、1部2部どっちも来てほしいけど、1部だけ2部だけ、予定的に1部だけになっちゃう、2部だけになっちゃうでもいいから、やっぱり生で見てほしいなって思う。すっごいね頑張ってるのそれに向けて。そう、あ、ハンドレ広報で見てました、ありがとう、嬉しかった、見送りで見つけたよ。25日昼より当ててください。え、もう当てる、絶対来て。絶対当てる。こんばんは、ユニットもあるかなって感じですね。それは来てからのお楽しみ。来てほしい。 2.5 さん、去年の夏の瀬戸内ツアーより曲数多い、肉フェスよりも多いです。曲数は、曲数で言ったら今日初めての広島で楽しかったって、え、ありがとう、初花だれだったの、嬉しい、初めてが今日で、ありがとうね、楽しんでもらえてよかった。公演時間はでも1時間
半ぐらいかなって感じですね。1眼半ぐらいかも。そう、瀬戸量覚えるのだからすごく大変。こんばんは。そうだよね。そう、お見送りあるよ。あるじゃろ。だってお見送りがない理由ないもん。絶対にあるよ。待ってよ待ってよっつって、私の携帯にお見送りがあるかどうかの情報があるわけではないんですが、ちょっと時間見てみよう。あると思うけどね、聞いてみとく。クリスマスライブは、え、なんだか時間の関係でなかったの。あると思うんだけどね。でも今のところクリスマスだけじゃない？ないのって。なくす理由私も見つかんないもん。聞いてみとく。聞いてみとくね、それは。スタッフさん聞いてみとく。だし、もしないって言ったら、あった方がいいですよって言ってみとく。多分ね、でもある、あると思うんだけどな。あ、時間まで出てないのか、まだ。あ、1時開演って出てるわ。いやー、あると思う。あると思うな。一部二部、どっちも自分らだし。クリスマスコンサートの時は、クリコンの時はね、あれなんですよ。一部が研究生で二部が先輩みたいな感じで、メンバー自体も違う上で、違うかつ昼と夜の間が、時間がそんなにないみたいなね感じだった気がする。だからね、物理的に難しいみたいな、多分リハーサルも含めてみたいなところあったじゃないかなと思うけどな。今回はね、どっちも同じメンバーで出るから。だってツアーあったでしょ、お見送り。え、あると思うんだけどな。聞いてみとく。うん、できると思う。でも、うん、14人。その話昨日も聞いたよね。そう、昨日も話した、このくだり。あると思う。でも聞いてみておくね。私も確証絶対って言えないから。一部頑張ってほしい、来てほしいよ。うん、カメコはどうかな、どうかな、わかんないな。聞いてみときます。で、で2部は次世代 STU の挑戦っていう、すごく大きな、大きなんかタイトル、サブタイトルがね、結構ちょっと壮大なんですけど。まあでも 2.5 と3は STU48 の中でも、まあこれなんだろうな、期的には次世代とも呼べる木ではあるので、なんだろうな、その下からグングングンって、やっぱり勢いを、グループの中での勢いを下からもつけていきたいし、見せていきたいみたいな意味も込められてて、そのタイトルにも今回の瀬取りとかにも込められてるからこそ、やっぱり 2.5 期と3期すごいねみたいな、 ST48 のこれからにより未来を感じれるような自分たちでありたいねっていう意味合いも込められてるので、今回だからより一層みんな力入ってるし、頑張ろう頑張ろうってところもあるし、
え、そう、7周年ね、7周年ツアーが、個人的な話なんだけど、これは7周年ツアーが、サンキちゃん前座での出演もあったけど、まあ、広島の出演もあったけど、なんだろう、メンバー ST48 メンバーの一員だけど、どうしても出演数がさ、なんかこう少なかったじゃん。7周年ツアーお見送りも結局ね、お見送られ会かもう参加できなかったりした部分もあったので、なんか 2.5 期と3期今14人だけで、14人っていう全体でやってるコンサートよりも 2.5 期3期だけにピックアップした14人だけのライブっていうのは、多分それぞれ個々もピックアップされやすいし、サンキちゃんも、まあ、2.5 期もなんかが主役の時間みたいなのにしたいなって思う思いもあるので、みんなね、自分もあるし、だからそういういろんな思いが込められたライブになってるので、その分みんな頑張ろうって今気持ちもめっちゃ高く、レッスン頑張ってるからこそやっぱり見に来てほしいなって思うっていう感じですね。そう、1621はね、まだ出てないな、メンバー出てないけん、それは置いてるかな。 2.5 月3期の結束がどう、え、でもね、なんかサンキちゃんと瀬戸内ツアー一緒に回り出してもう1年がやっと経つかな、けどだいぶ仲が結構深まったな。今日もリア充初日だったんよ、じゃけんだし、サンキちゃんなんかサンキ一人だったじゃん今日リア中、じゃけんさ、レッスンの時から心やっぱり細いじゃん。自分もさ、初めて花だれ公演に初日出た日さ、同期がいなくて先輩ばっかりですごい心細かったり、寂しいな不安だなって思いが一人でいればいるほど強まったから、だからこそなんか練習の時から一緒にいてあげたいなと思って、今日は割と 2.5 期とリア中一緒にいました、ずっとリア中と 2.5 期でいた、そうみんなでいた。こんばんは、嬉しい、え、馴染んでたね、すごいよねリア中ね、そうなんよ本当に偉い、すごいよ、泣かなかっただけ、あずみよりねえ思い出さないですあの初日よねえ、だって私だって泣きたくなかったよこぼれ落ちちゃったんだよ、不安だったんよめっちゃ、だから強いよね、強いなとも思う、言うたら 2.5 期初日ほぼみんな、ノアピもね、リアツくるくるもかな、ほぼみんな涙流してるよね、やっぱりね、不安なんですよね、ドキドキ怖いみたいな気持ちもあるしね、懐かしいな初日が、でも懐かしい、めっちゃ不安だったな、東京だったんですよ、だからそれもね不安もあった、東京っていうのも怖いなって思う部分もあったけど、公演の前日ホテルでめっちゃ踊ってたもんだって、夜な夜なユニットをやってました、ユニット、ユニット怖かった、めっちゃ不安だった初日のユニット、しかもあんまりしっかり練習できなくって、先輩方と本当に前日に東京に来てレッスン場みたいなの借りて合わせがあったんですよ、そこでほぼ初めて先輩中入って合わせたのが初めてで、ユニットもそこが初めてだったからより不安でドキドキでしたね、めっちゃ練習したの覚えてる、いやー頑張ってよリア中、すごいよねえ、難しい、あれ
れから2年か。え、そう、これね、これマイクぶつけちゃったの今日。でも今は痛くないから大丈夫。あずみんよりって言わんでよくない？さっきから泣かなくてあずみんよりすごいとか、あずみんより大人とか比べないでよ。まあでも確かに頑張ってた。え、エモいよね。そう、 2.5 機のマイク今日並んでたの。しかも 2.5 機のマイク並んで、その横リア充でした。5人並んでた。 2.5 さんで、こんばんは。ねえ、怖い顔して踊ってた気がする。怖い顔して踊ってた。ね、初日。そう、それは緊張してたんや。そう、みちさんのアンダーです。うん、今も変わらずみちさんアンダーですね。今日もみちさんアンダーでした。そう、偶然っていうか、なんかね、あれなんですよ、自分たちが 2.5 期も、まあ今日のリア充も全部みんなアンダーで入ってるんですけど、その自分たちが入るアンダーの先輩方の名字でのマイク順なんですね。だから基準は折り面っていうのかな、公園折り面の名字が基準になってて、だからのあいうえお順になってるから、ちほさん、くるくるのアンダークルクルのちほさんでしょ。でノアピーみひんさん、石田みなみさんアンダーので、みひんさん、くるくる、みひん、ノアピーが並んでて、その後がみちゅさん、今村みつきさんで、いいいいいで、あずみが並んでて、で岩田ひなさんのりおつんが並んでて、おきさんのアンダーのリア中がだったから、今日は5人が並んでたの。そう、そうなんよ。偶然か、あ、そう、じゃ偶然なのか、偶然ですね。そうなんですよ、すごいよね。だから今度ね、また 2.5 期4人で、てかこれから花だれ出演するときは、今のポジションで4人とも出てたら、毎回マイク並びます。4人、 2.5、 4人がマイクが初めに並ぶね。偶然だよね、すごい。そういうことなの。ちょっとエモい。確かに、いで始まるメンバー、おー、そうだね、4人いたんだ。確かに一期生さん、はじめ名字が早いメンバーさん多い、もしかして。そんなことない、多いか。こんばんは。そうなの、8月はんだれないからね。9月かな、次。確かに公演オリジナルプレゼンでね、出れたらいいな、頑張ろう。サンキちゃんもあ行多い。確かに、新井、石、あ、サンキちゃんもいい多くない？石原、あ、言うてか、あ、でもまあ、かすみんがいたり、まさき、確かにあいうえおが多い気がする。うん、今日行きたかった。えー、嬉しい。えー、ロス嬉しすぎる。来てほしかった。また来て会いに。8月よろしくね。確かに誕生日下半期は、え、確かに 2.5 もね、みんな9月い以降に誕生日がドドドンってくる。9、10、11で、12がいて、1位が私ですね。1月、今日さじゃあ今日のうっかりあずみん毎日エピソードが、毎日うっかりしてるマジで。うっかり手帳つけよう、うっかり日記つけようかなってレベルで。今日はね、ケープをね、前髪をこうやってメイクさんに
ケープ、ケープってあの髪固めるやつね、ケープを借りてこう前髪こうやってベーって固めたんですよ、本番始まる前に。でそのケープをメイクさんのところに、ケープありがとうございましたって返そうと思ったら、マイクありがとうございましたってケープ返しちゃって、そう、それを近くにいたマネージャーさんに聞かれて、よし今日のうっかりあずみんって言われました。そう、間違えちゃった。いつもマイク置くときにマイク、あ、ありがとうございましたって言うんですよ、ステージでマイク置くとき。それの癖でさ、な、似てるじゃんケープとマイク、もうなんか大きさが似てるからなんかマイクありがとうございましたっつってケープ置いちゃったの。うん、うっかりだったね。これは似てない？なんか似てない？筒な感じっていうか、片手で握りしめれる感じ。そう、なんかサイズ感似てない？私の中では似てたの。だからなんかもう錯覚しちゃった、マイクだと。キャズミ頑張ってね、現象受けたって。えー、嬉しい、泣いちゃった嬉しい。似てるよ似てるよね。出るかどうかはさては感謝と大事確かにそう、大事ですね。ありがとう、大事、ありがとう。そう、マジで、いや、いいし、これまでやったことないミスですよ。こんな、こんなミス。似てるよね。なんか持った感覚が似てる。ケープとマイクって。マイクが。あれですよ、練習の時のマイク代わりは立ち位置表が書いてある紙です。立ち位置表が書いてある紙を、その立ち位置を書いてある紙を見ながらいつもレッスン受けるんですけど、それをぐるぐる巻きにして、ぐるぐるぐるって巻いて筒みたいにして持って練習するんですよ、いつも。だから筒状になった紙がめっちゃあります家に全部筒状にするからさ、あの立ち位置表、うん、紙でやっとる。そうだから増えるの、増えて増えて困ってんの今。25日のレッスンの分でさ、紙が増えるからさ、立ち位置いっぱい覚えてレッスンしてるからさ、曲の分だけ紙、筒状に巻かれた紙が増えていくんです。そう、大変で大変で。あ、今日の声も確かに、嬉しい、見つけた、見つめたの気づいた。え、そう、資料だけでもすごいの、すごい量です。頭の中一個ずつ整理してかんといけない。え、してないよ、仕込んでない。 T シャツじゃない？ T シャツ見てやってくれたんだ。え、そう、ダンスの動画もすごいことになってる。そう、すごいです。もう頭の中かこんがらがしゃーんですね。スタッフさん、次回はあずみんのマイク置き場にケープ置いてあったりなんでやそれはもう多分いつかケープ持ってステージ出ちゃう多分うっかり、それは多分ケープ持ってステージ出るっていう、うっかりしちゃう。そんなとこにケープ置いてあったら、うん、そう、データもあるんだけどね。レッスンの時は紙持ってやってます。携帯には一応送ってもらってるって感じで、それ見て家での復習は携帯に送られたデータ見てやってます、みんなで。
りなすぎ本当にね、ケープ持って出たらね、ステージうっかりどころじゃないよね。あずみんの歌詞とか立ち位置覚えランキングくださいって。でも私ね、この暗記力使えるの本当に歌とダンスと立ち位置にしか使えないの、私この暗記力マジでマジで本当に勉強とか覚えらんないんですよ。暗記科目が一番苦手だった、社会とか。ああファン、そうね、なんかお仕事のこと、あだからこれをこれこれこの文章をいついつまでに覚えてくださいとか、お仕事って思うから覚えれるのかな。マジでマジでもう日本史とか歴史とか地理とか全部社会だとか理科とかなんか暗記科目ほんまに苦手だった。もう全然覚えれないの、頭に入ってこないの、すぐ飛んでくの覚えたことだから全部ね、なんかルイ13世ルイ14世ルイ15世みたいな感じで書いてた。だからダンスダンス歌立ち位置はくらい覚えれるようになりたいなと思うけどね。他のこともやっぱり一番得意科目はダンス歌立ち位置です私の得意科目ダンス歌立ち位置、それならもうすぐに覚えれる。え上手、えそう演技ね、演技のお仕事、あれもねもうめっちゃ頑張って覚えたもん、夜な夜な動きながら覚えてみたり録音して覚えてみたりいろいろしました。で頑張って覚えたセリフ、そうアイドル科目なら100点取れます。あやる気ね、理系科目が得意、いや理系科目逃げて、文系、あでも社会も文系か、数学とか国語好きだった、国語とか数学の方がまだそんなに覚えることなくない、数学とかってあの数 2B とか難しいとこまで行っちゃったらあれだけど、数 1A までなら行け、好きだった数学は。覚えるかどうかで結局は本気で覚えようとしてるから、いやー本気度ね、本気度とやる気ね、絶対そうだと思うよ。あと好きかどうか、多分好きなんよ、勉強嫌いだもん勉強あんまり好きじゃないから、あんまり好きじゃないから多分脳みそに入れたくないんだと思う、頭が。だから覚えたくないし覚えるやる気も出ないから覚えれないんだと思う。好きだからねできるんだと思う、私今のアイドル一番好きですね、ステージが。アイドルの中で歌って踊ってる時がやっぱり楽しいです。アイドルのお仕事いろいろあるけどやっぱりステージだなってなる。そうだから好きが今お仕事になってるのはすごく幸せなことなんですよ、本当に。だからこそ大切にしたいです、この幸せをね。ほう、ちなみに今日は編みたらしという髪型でございました。
つさん見た？え？見た？面白いよね。なんかさ、続き、シリーズ続いていきそうな感じした、あの新作。新しい、なんかまたで、本出るんかなと思って。そう、アミタらしい。あざとさ、どこで勉強したんですか？それは、生まれつきです。え、でもウケツさんはね、怖いけど驚かしてくる系じゃないので、ウケツさんの作品ってうわーとかじゃないの。私もね、ホラー苦手なの。うわーっていうのが苦手なんですよ、ホラーやってるわって言われたんだけどこうやってやったらそう、ちょっと待って、なんだっけ話。え、そう、うわーっていうホラーが苦手なんですよ、私。ホラーあんまり得意じゃないんですけど、でもだからお化け屋敷とか無理、もう心臓に悪いから。でもウケツさんのは驚かしてくる系じゃない、うわーっていうビビ、心臓に悪い系じゃなくって、なんかじわじわと、なんか理解したらゾッとするみたいな、なるほど怖いみたいな感じの作品なので、そう、見れるんですよね。ホラー小説って感じがする。ホラー小説動画って感じ。そう、長いんだよね。うん、そう、そういう系の怖いだから、安住も見れます。うん。はっ！は見れない。だったら。どこか懐かしさを感じる安住のあざと好きよね。どういうこと？昭和ってこと？古いってこと？安住のあざとさ。古め？安住古め、もしかして。そう。ですね。令和にアップデートしなきゃいけないか。あざとさのアップデート。ねえ、やだ全然嬉しくないよ。でもね、そう、昭和っぽいんですよ、やっぱり。古いらしい。リズムの取り方が和風だよねって言われたことありますもん。あと、リアクションが古いよねって言われる。なんか昔っから言われてます。何それって思いながら、あずみんとしては結構最新バージョンなんですけど、リアクションも全部。え、あざずのおかげでウケツさんの方に興味で見せて、え、嬉しい、本当？面白いからいっぱい見てほしい。安心感ある。え、そう、リズムの取り方が和風って言われたんですよ、 ST48 入って。何なんだろうね、リズムの取り方が和風って。私もわかんない、リズムの取り方が和風ってどういう意味なのか。結婚してありがとう。何なんだろうね。ワンツー、あ、棒踊り的な感じなんかな。え、そんな感じする？え、でもそっからはもう今脱却したんかも、わからんけど、めっちゃ初期に言われました。 ST48 入ってすぐの時に、マジで初期に先生に、岡田はリズムの取り方が和風だねって和風って何？盆踊り？盆踊りとかやったらめっちゃ得意なのかもしれません。本当だ、裏拍取れんとかかな、うった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 とかが取れないかな。ワン、エン、ツー、エン、スイ、エン、フォー、エン、エンが取れないみたいな。あ、でもね、エンド取れないもよく言われる。よく言われた。それかもしれん。あ、ね。でもさ、阿波踊りさ、徳島でさ、やった時にさ、まひなさんにさ、
なんか安住縄跳び変じゃないんでなんかあれなんか練習したんですよ、本番の前にね、 MC でやる前に楽屋でちょっと練習したりしたんですけど、楽屋で練習してる時点でまひなさんになんかあずみの阿波踊り変じゃない変じゃないってダンスの先生にも私の阿波踊り笑われました。そうね、なんか阿波踊りも向いてないんかも一体何が向いてるんだあずみは。え、昭和館好き本当？自覚ないんですよね、でも自分が昭和の唇、これマイクぶつけちゃったのね、赤くなっちゃった。でも痛くないから大丈夫だよ。そう、スキップ変なやつがあるそう、スキップいい、運動神経いい方なんだけどな、それとは違うのか。昭和、令和の昭和アイドル。ゆいにゃうまいの？阿波踊り？そうなんだ。タワーマンションという平屋の一軒家にあるね例え方じゃろ、なんかわかるけどなんかわかるけど、木造建築ね、木造木造でなんか瓦屋根こんばんは。なんでかな、なんで無自覚だな、昭和感。大丈夫だよ。痛そうだよね、でも見た目めっちゃ思った以上に腫れちゃった。でも和菓子とか和食とか結構ね、和が好きなんですよ自分、洋より、洋菓子とか洋食よりも和菓子とか和食とかの方が好きだから、そういうの関係あるんかも。え、そう、でもね割れてないの、ちょっとね、でもお見苦しいんですが、え、畳好き、和室とか好き、落ち着く、全然お家畳でも、畳に敷布団敷いて、ね、寝たいもんね、ちょっと痛い、大丈夫でも。内出血みたいな感じかも、でもそんなに痛みはない。そう、え、懐かしい、ドンレミー、トンレミーが懐かしいですね。ね、マズミンワッフル、私もまた食べたいな、あれ。マズミンワッフル。よし、それじゃあ弾道を、弾道を読みたいと思います。弾道を、弾道、弾道ランキング、ランキングを読みたいと思います。13位、ぬしさんありがとう。12位、みょうこちゃん。ありがとう。11位、ナポリンさん。ありがとう。10位、りんくん。ありがとう。9位、くまねパパさん。ありがとう。8位、りんくん。ありがとう。7位、こうすけさん。ありがとう。6位、くにゃまるさん。ありがとう。5位、いもゆむきちさん。ありがとう。4位、ディオンさん。ありがとう。3位、しんごさん。ありがとう。2位、かいとさん。ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルル。バン！ゆずきちさん、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。
明日も一日頑張ります。頑張りあずみんしてきます。ありがとね。みんなも頑張りましょう。暑さに負けず、しんどくなったら休みながら頑張りましょう。休むことも大事です。じゃあねーねあずみんで終わります。せーのって言ったらねーねあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。